2ヶ月ぶりのヘアカット。はい、今日の髪型はメンズです。メンズの短め編ですね。ビフォー、こんな感じで2ヶ月経ちました。根元もね、カラーが伸びてきてるんで、あ、期間が経ったかなっていう感じが見えますね。上がぺちゃんとなってます。で、カットしました。で、こんな感じなんですけど、ちょうど茶色いとこがね、毛先に残った感じで、まあこれワックスはつけてないんですけど、逆にいいんじゃないかなって思います。どういうことかっていうと、毛先の茶色いところを動かすことによって根元黒いじゃないですか。その部分が立体的に見えてメッシュ風に見えたり、まあしばらく染めなくても、まあこのままでいいと思います。で、もうちょっと経ってから、まあ1ヶ月ぐらいですね、経ってから全体的に染めても、また雰囲気というか、まあまあ染めすぎるとね、傷むのでおすすめしませんので、その時の状態を楽しんでいただいたらいいんじゃないかなと思います。下の方はね、2ブロック気味の、2ブロックにしすぎるとちょっと、なんていうんですか、境目が見えすぎるので、気味にしました。ご視聴ありがとうございます。毎日動画投稿してますので、また見てください。ではまた明日。